タワーのタワー面みたいな。え、何これ、何そのみんないっぱい持ってんの。エイプリルフールやからタワーもどきってこと。めっちゃおもろいやんこれ。なんでもそんなみんな意味わからんぐらい持ってんの。これどういうことですか。もらえんのこれ。ちょっと待って、めっちゃ面白いですねこれ。嘘だよタワー、たくさんありがとうございました。嘘らしいけど。嘘か、今日別にエイプリルフールやけど別になんてことない一日過ごしましたね。みんななんかしょうもない嘘とかつきましたか。私はついてないです。ちなみに言うとエイプリルフールで盛り上がれるのってまじ小学生ぐらいまでじゃないかな。小学生の頃もさ盛り上がってたかな、エイプリルフール。でもこれのさ、止まらんタワーはなんなん、なんなんこれ。え、どういうことこれ。え、なに。え、これコメントしてるみんな。あ、してないか。え、これ何。え、どういうことこれ。どういうこと、鳴りやまないのこれ。落ち着いてみんな。落ち着く。何これ、どういうこと、どういう状況。これタワーじゃないってこと、実は。みたいな。実はこれタワーじゃないみたいな。推ししか勝たん。今日は公演ありがとうございました。これ何、タワーじゃないってこと？なんなんこれ。あ、コメントだけにしたらいい？じゃあギフト。嘘タワー。一応ギフトなのこれは。Sのカップリング。あ、そう、今日はねどうでもよくない初披露でした。ギフトなのこれは。ちょっと他のルームで見てみよう。あ、うううううう、おお、すごっ。他のところもすんごいねこれ。どこにあんのこれ。あ、ただなんやこれ。すごっ、いっぱいもらえるんや。うん、可愛かったですか。すごい、これ目バグりますな。今日はエスコアありがとうございました。そしてブログの日なのでね、言うの忘れてたんですけど、メールでブログの日なのでみんなブログ見てください。今日初めてねどうでもよくないと披露しました。すごい、めっちゃ面白いやんこれ。みんなコメントしてよ。もう分かったからコメントしてよ。見えんわ、ちょっと動体視力鍛えられる。ポップコーン見えた、ハート見えた。これ動体視力鍛えよう。曲調が好き、わかる。今日かイントロが好き。じーじー、明日待ってる公演。あ、結婚して。あ、ちょっと見えんから無理。結婚して。鼻声治らんから無理。レインボースターありがとう。メール取り始めてありがとう。ひょうちゃんなんとかありがとう。サイリームありがとう。あえて動体視力鍛えるんです。ハートありがとう、ハートありがとう。お見送りでハッピーキョッピーしてくれたってことかな。ありがとう。明日妹と公演待ってます。妹のことも見ます。明日時間がない公演です。よろしくお願いします。そういうことです。投げ終わった、ありがとうございます。お疲れ、ありがとう。伝わった、その伝わったで、ね、お、
ミラボーありがとう、えらいありがとう、えらいえらい、ピカピカがありがとう、好きだね。これでもね、コメント表示にしたいんですけど、そうするとあれなんですよね、ギフト投げてくれたのも多分見逃しちゃうからむずいんですよ。そうだ、ティーンズユニットね、昨日まででした。応援してる、ありがとう、お疲れ、ありがとう。明日はね、時間がない公演よろしくお願いします。ラブレターありがとう。明日も楽しみですね。今日はさ、ちょっと前髪巻きなんですけど、どうですか今日か。別に分からへん、なんかガチパッツンがいいのか巻いた方がいいのか。分からんけど、今日はまあ巻いてみました。ぐたり疲れてしまう。やばい、見えんかった。きょうちゃん、明日公演楽しみにしててね。ありがとう、見てくれて。きょうちゃんの前髪かわいい？じゃあいっか、かいわれ？エイプリルフールの嘘ついてないよ。思いつかへん、何も。かわいい。嘘だよ、たくさんありがとうございます。今日可愛かった、結婚して。ちょっとね、鼻声が治らんので無理ですね。鼻声全然治らんくて、なんかめっちゃむしろ鼻詰まってて苦しい。今日の声傷しそうだった。んどうしたどうした。だるまありがとう、ピカピカありがとう。それな、これタワー、嘘タワーやけど、すごい面白いな。確かに異常な光景すぎん。あ、そういえばあれですね、昨日までのあのイベントたくさんありがとうございました。結果あれですね、ちゃんとポイント達成できて、あのアバターもミニクマももらえるっぽいですね。嬉しい、ありがとうございます。アバター作れんの熱い。自分のアバターさ、初めて作れるからめっちゃ嬉しい。え、あれやんな、1から多分書けるやつやんな。でも何にしようみたいな、どんなにしようって感じ。めちゃ豪華じゃない、自分でアバター作れちゃうの。ぐったり、もうね、鼻がめっちゃ詰まってて苦しい。鼻通ってほしい。めっちゃ鼻詰まってるんですよ。鼻詰まってたぞ。タコありがとう、ありがとうございます。幸せだね、あ、でもね、今日か、鼻すっきりするやつ知ってる。そういえばなんか小学校の時もめっちゃ鼻炎で病院行ってたんですけど、なんかめっちゃ吸ってくれる機械みたいな、すごいあの牛の乳搾りみたいな機械で鼻いかれるやつありますよね。あ、そうだそうだ、嘘嘘、ありがとうございます。たくさん花粉症ではないですけどね。明日も楽しみ、ちょっと頑張ります、ほんまに。昨日もね、早く寝て、今日の朝結構早めに起きていろいろやってたんですけど、やっぱ朝起きた方がいいなってめっちゃ思うんだよな最近。
だからまあ今日ももういい感じの時間にはもう寝たいと思います。できるだけ早めに寝るようにして、で明日の朝頑張る。それがね正直一番いいですね。嘘だよ、たくさんありがとうございます。今日の公演は見てくれましたか？どうでしたか？どうでしたか？見た。そう、13日ココミンと一緒にあれですね、時間がない公演で、いつやっけ、なんかその辺の手綱にリーナが一人だけ出る、なんかそれがなんかリーナ同期がおらん公演初めてじゃないと思って、だからすごい親としては心配なんですけど、まあリーナらしく楽しんできてほしいなっていう気持ちです。これめっちゃ可愛くない？このリップやばくない？マジ可愛い。この2つがやばい。ピンク可愛い。サイリウムありがとう。めっちゃさ鼻声でもうすごい可愛らしい声で喋ることができないんですけど、えてかすっからかんのリップオイルいつまで入れてんの、やめよう。一気に減った。リップオイル絶対に買おう。マジマジこれがないと生きていけないんですよ。今年初手綱、確かに手綱超久々なんじゃない？一緒にいてあげたいですね。まあリーナは意外と強化より強いので大丈夫ですけど、意外とリーナは最年少なのに強いので、うん、てかねめっちゃね可愛いファンデーションゲットしました。じゃじゃん、たまごっちみたいでめっちゃ好き、ミルクタッチネットで買いました。めっちゃさたまごっちみたいでさ、この見た目が、今日がクッションファンデの見た目大好きなんよ。そうリーナが JK になるっぽい、やばー。そう丸いんよ、めっちゃ可愛いよね。でねこれね、ちいかわ、ちいかわとか育てよっかな一瞬え、そうめっちゃ形可愛いよな。でもずっと強化はこれ使ってました。シピシピ、バイ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 。これマジでいい。シピシピ超えるファンデーションとかあんのって思っちゃうぐらいめっちゃ信じゃう。まあ1回しか使ってないけど、なんか強化めっちゃいろんな種類試したい派で、なんか同じものはあんま買いたくなくてさ、だからあんまリピることないんですよ化粧品。シピシメマジでいい。あのねカバー力がやばい、めっちゃカバー力やばいで、これほんまにカバー力やばい。ウィンクして、かわいい。このギフトありがとう。探し中。えシピシピ買って絶対めっちゃいいで、よし崩れにくいしめっちゃいい。スーツで待ってるぞ。かわいい、ありがとう。そう、51分です。シピシピめっちゃいい。なんかでもいいって聞きすぎてちょっと疑ってかかってたんですよ。えほんまにみたいなって思ったけど、めっちゃよかった。投げっちゃう、かわいい。これうちはありがとうございます。かわいいクマありがとう。67日、いいなぁですね。今日も早く寝よう。ピカピカありがとう。昨日はなんかもうありえんぐらいなんかもう眠たかったけど、まあ、今日は結構耐えてる。自己紹介中にマイクめっちゃ持ち帰る。えバレてた、ちょっとね
滑りそうなのよ汗かいちゃうから。そうだからめっちゃ持ち帰ってる。バレてた。よく見てますね。バレてました明日経営中。エイプリルフールゲーム、ああかわいい、かわいい、ありがとう。え、そう、気づいたらね3日連続公演だったんですよ。知ってた？公演たくさんですね。頑張りますよ。あ、そうだ、今日誕生日なのね、パツマルくん、おめでとう。ゆずさんと同じで羨ましい。いいな。てか4月1日生まれってなんかめっちゃかっこよくない？今日がね1月1日生まれと4月1日生まれは結構本気で憧れますね。てかなんか誕生日月じゃなくて、あの自分の名前探してるのに一生見つからん。え、あれさ、もう楽しすぎん？やばいねんけど、あれ楽しすぎ、一生やっててほしい。6月3日、きょうちゃんだからね。いや、ゆずさんには会えてないけど、誕生日の日に、まあ、あのサクがね買ってきてくれたあのコアラのマーチなんですけど、あれ食べてたらゆずさん、ゆずきさんが出てきて、しかもお誕生日の日にゆずきさんが出てきたから、もう嬉しすぎてゆずさんってなりました。しかも知ってた、あれ野球のボール持ってんねん。やばくない？え、もうめっちゃゆずさんやんと思ってこじらせてた。ゆずさんが会いたい、ってなってました。でも京香はもうこのねコアラのマーチに出会えただけでもうまあ大満足でした。嬉しかった。でも超嬉しかった。っていうか誕生日っていうのが熱かったね。嬉しい。きょうちゃん出るなら行くって一言。え、嬉しい、かわいい。あったのか。え、ごめん、やんな。そう、きょうかも後からさメール見返して、え、待ってみたいな、なんか自分多分ややこしい言い方してるみたいな思ったけど、ごめんなさい、コアラのマーチでしたごめんなさい、コアラのマーチでした。めっちゃごめん。なんかさっきメール見返した時にえっと思って、でこの時めっちゃ公演結構ギリじゃない、公演結構ギリな時間で結構焦ってたんよ。だけどどうしてもこの写真なんか送りたくて、だから急いでメール書いたらちょっとねややこしいことになってた。今日スタバモバイルオーダーした、受け取る名前きょうちゃんの名前にした。え、嬉しい。きょうちゃんの名前何やっけ。え、そう、きょうかもねちょっとモバイルオーダーの名前変えようかなと思ったけど、あれ結構大声でなんかキャピー様みたいな呼ばれるから、ちょ恥ずかしい、やめとこうと思って。他のメンバーの前は全然なかったけど、あのゆきさん来いって、ゆきさん来いと思ってたらゆきおが出てきた。惜しかった。だから全然誰も出なかった。なんかめっちゃ1個目ねめっちゃ気合い入れて弾いたんですよ、カモーンって思って、めっちゃ気合い入れて弾いたらなんかミレドちゃんで、おらん、あんまおらんやろって思いました。声援をね、嬉しい。今日もねたくさんコール聞こえてうれしかった。リーちゃん、きょうちゃん以外からのリーちゃんの意図を聞いてなくなって、え、そう思った、なんか誰か一人言ってないよなってめっちゃ思ってた。1時間くらい一緒に考えてあげた、かわいい。え、そう、え、そう、キョッピーにしようと思ってたんけど、キョッピー様みたいなの呼ばれるから、ちょ恥ずかしい、きょうかさんにした。え、かわいい、かわいい、嬉しい、愛おしい。カタカナの名前出てきた時ちょっと冷める。え、わかる、ミレードないやろあんまり。ピカピカ、ありがとう。きょうちゃんコールときょうかがさく読めないコールは任せて、嬉しい。たくさんのコール待ってます、明日も待ってます。
ね、そろそろ終わっちゃう。サクソン入り混じってたって感じ。これから毎回そうする。嬉しい。おしめの名前にするのいいよな。倍美味しく感じそう。え、何にしようかな、名前。でもあんま恥ずかしいのにしたら大声で叫ばれるから気をつけた方がいい。キャピプペポとか、キャピプペポ様って言われるから、私気をつけた方がいいですよ。24時間見てて嬉しい。顔が好きって言ってもらえるの嬉しい。シャー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 様とか言われたらもう恥ずかしすぎ。キュピオキュピオいいね。あと2分しかない。ランキング読みます。え、めっちゃ難しい名前にしてみるか。13位、きょうちゃん。12位、うさぎさん。11位、見えない、見えない。待って、ちょうどさあ、下の名前がかぶって見えへんねんけど、ミキさんかな、伊藤さん、多分ミキさん。待って、お前下の名前が見えへん。あ、ミキさん見えた。あー、あと ミキさん。10位、アニバーサリー。9位、きょうちゃん。8位、きょうちゃん。7位、寝てる。6位、きょうちゃん。5位、ゆきさん。ゆきちゃんですよね、これまたかぶって。ゆきさん、そう。4位、き。3位、きょうちゃん。2位、猫を両手に持ってる女の子。1位、本日誕生日のバツ丸さん、おめでとうございます。バットバツ丸さん、じゃあ今日もありがとう。今日も配信見れて嬉しい。お疲れ様。今日もありがとう。みんなおやすみなさい。バイチャム、今日もありがとうございました。明日もいい一日にしましょう。そして4月も好きでいてね。4月のきょうちゃんもみんな好きでいてね。お風呂頑張ります。バイバーイ。おやすみ。すやすや。バイバイ。おやすみなさい。